こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、充電戦隊恐竜ジャー恐竜レッドクリアラメバージョンです。今回この恐竜ジャーと仮面ライダーの映画がやるんですけど、その前売りチケットが付属したスペシャルなソフビですね。しかもこれチケットとソフビがセットで2300円でした。さらにこのソフビは3000個限定なので手に入れるのが難しいと思うんですけど、朝一で行ったので割と簡単に手に入れられました。というわけで早速中身を確認していきたいと思います。結構しっかりとした箱に入ってますね。サイズは多分普通のソフビと一緒なはずなんですけど、いただきます。さっと、お、これはパッと見の印象は変わらないですね。ちょっと袋から出します。はい、恐竜レッドクリアラメバージョンです。確かにラメってますね。若干キラキラしてますね。そして体の部分がこれ分かりづらいと思うんですけど、通常はこういうマットカラーのレッドなんですけど、これはちょっとね半透明になってますね。後ろはこんな感じなんで、半透明なんで中が少し透けてます。後ろとかも何もないんですね。なんだそうなのか。これがチケットが1300円で、今回フィギュアとセットで2300円だったので、ソフビ代は1000円ってことなんで、もうちょっとね期待してたんですけど、まあキラキラとして綺麗ですね。もうちょっと完全にクリアでもいいですよね。これもともと持ってるソフビなんですけど、それと比べてもそんなに変わらないかな。基本的には普通のソフビベースにしてますので、可動は腰と両腕ですね。特に体勢とかも変わってませんね。まあ3000個限定ってことなんで、僕はすぐ飛びついたんですけど、普通にソフビ持ってる人はまあそんな慌てて買うことないかなと思います。というわけで3000個限定の恐竜レッドのクリアラメバージョンを紹介しました。まあ、今回これ1体1000円ですからね。本当はもうちょっと出てもゴージャスなカラーリングとか普通の装備と変えてほしかったですね。僕はもともとこの恐竜レッドの装備は持ってますので、せっかくですから次の動画ではノーマル版とクリアラメ版を細かく比較してみたいと思います。以上、3000体限定恐竜レッドクリアラメバージョンの紹介でした。